さあそれではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はゴロンシティから出発してゴロンティア目指していきましょう。うん、ここがユン組の本部ってことか。よし、じゃあまずはトロッコを作って、よし、はーい、動くようにしたよ。ふっふっふ、お、なんでもいいや。よし、じゃあついでに俺も乗っていこうかな。あれ、あ、そういえば座布団みたいなあったね。これ専用のトロッコなんだ。よし、おお、戦ってる。まあ見て見ぬふりして、おお、ユン組本部、おお、ユン組本部が見えた。ということはレールを渡り切った頃、こっち側まで来ればあとはゴロンティアを探すだけ頃。ってお兄さんまだいた頃、後ろに乗ってたよ。危ない危ない、僕はゴロンティア探してることが危うくバレるところだった頃。あ、お礼が欲しい頃ね。僕としたことがうっかりしてた頃。あ、どうも。僕こんなのよりすごいお宝を発見してお金持ちになるんだ頃。お金持ちになったらお兄さんを雇ってあげる頃。そいつは期待しよっかな。あ、もうこれだけ、これだけでいいんだ。古代のゴロン族が住んでいたという都市、ゴロンティアを探している少年コップスを目的地まで運んであげた。そしてゴロンティアを見つけお金持ちになるという言葉を残し、彼は意気揚々と去っていった。ふむ、なるほど。じゃあ本部に乗り込むか、どっちなんだ、あっちか。うん、刀はしまっておこうかな。やいやい、ユンボー、あれ、なんか雰囲気が違うな。あれ、700ルピー、確か売ってる値段変わってないな。でもあれだけなんだね。大トールさん、おや、君は新しいバイトくんかな。そうです、俺もユン組で働かせてください。いやー、人手不足だから助かるよ。青年ゴロンたちが美味しいわに夢中になって全く働かなくなっちゃってね。指示は直接ユン社長から受けてくれるかな。ユン社長なら今美味しいわの取引で本部前のユン組倉庫にいると思うよ。ユン社長、ユン社長はユン組の創立者、ゴロンシティの発展のためにと立ち上げた岩石採掘の事業が大当たり。今ではハイリア人も働きに来るぐらい世界のユン組として名を馳せてるってわけだよ。何でも最初はたった一人で始められたとか。美味しい輪が出始めたあたりからちょっと様子がおかしいけど、ゴロンシティがここまで発展したのは紛れもなくユン社長のおかげ。すごいお方なんだ。うん、ユン組倉庫については、美味しい輪といえば青年ゴロンたちに大人気の今や我が社の看板食玩。ただ美味しい輪は特別な硬い岩盤からしか出なくてね、採掘できるのはユン社長だけでなかなか供給が追いついてないんだ。へえ、なんかポロポロとこぼれ落ちてるのは何なんです。なんか、あ、そっか、あれも全部ユンボーが削ったのかな。で他の社員は運ぶだけみたいな。しかしいくら地上は大丈夫とはいえ、
洞窟の中はまだ溶岩が残ってて、そんな格好だとあっちゅう間に黒焦げだよ。ここじゃあ大化の石鎧しか売ってないけど、石鎧だけでも暑さは十分しのげるし、いざって時のために大化装備はちゃんと着といた方がいいよ。不用品買い取りもやってるから、お金が足りないならいつでも言ってくれよ。はい、うん、こっちか。あ、前の2人、ん？なんだ？やいやい、通せ。あ、お兄さん、さっきのユン社長の知り合い頃。ユン社長は金髪のお姉さんと美味しいわの取引中頃、誰も入っちゃダメなんだ頃、でも俺あのお姉さん好きじゃない頃、シティのみんながおかしくなったのは絶対あの美味しいわのせいなのに。そう頃ね、ユン社長が被ってるあのヘンテコなマスクもあのお姉さんからもらったって言ってた頃、優しかったユン社長があんな態度になったのもあの変なマスクをかぶり始めてからだった頃。お兄さん、ユン社長と仲良し頃、みんなのために作ったユン組がみんなを苦しめるなんてもう嫌頃、ここを通したら美味しいわの採掘をやめるようユン社長を説得してくれる頃、今はちょっと残念頃。はあ、あの金髪のお姉さんさえ来なければユン社長もみんなもおかしくならなかったのに。金髪のお姉さん気になります。メインチャレンジ、金髪の女性、まあこれはやらざるを得ない。うん、やっぱりやるよ、やってみる。トカチン、今の聞いた頃、うん、これで優しかったユン社長に戻るかも。めちゃめちゃ俺が光ってますね。あ、でも洞窟の中は高温だからそのままだと危ない頃、大化の装備を持ってないなら本部で準備していくといい頃。その金髪のお姉さんは大化装備つけてるの、つけてないの？うん、てやんで、俺はこれでも大丈夫で。うん、変なマスクね、趣味も性格も変になっちゃった頃。はあ、あの金髪のお姉さんさえ来なければ。大化の装備は持ってない頃、この洞窟の中は入り味には暑すぎる頃。持ってないなら本部で準備するといい頃、そこにあるでっかい建物頃。うん、そこまで言うならしょうがない。シャキーン。あくまでも採掘の鎧は、採掘の服は脱がない。行くぞ。お、暑い。なんだこの変な雰囲気。おお。いや、もうやめてよユン社長。そんなへんてこなマスクなんか脱いで、俺たちの大好きなユン社長に戻ってほしい頃。みぎゃ。みぎゃ。おめえたち。一瞬なんか優しげな。お。ゼルダ様、正しい、美味しい岩、みんな、幸せ、みぎゃー。なんだ？正気を失ったユンボー。正気を失っている。話は変わらないのか？変わんない。うん。あの後ろ姿、ゼルダ姫っぽいが、やっぱり偽物なのか、としか言いようがないが。おー。うわー、はや、見てからなんか無理あれ。あ、チャンス。いや、でも叩いていいのかこれ。ちょっと様子見た方がいいかな。
水ぶっかけましょう。目を覚ます、ゴロー、結構効いた、結構効いたっていうレベルじゃねえぞこれ。おお、やるかー、やるかー。いや待てよ、俺の放水柱でびしょびしょにするぞ。よし、これで、あれ思ったのと違う、が頑張ったのに。よし、じゃあ目を覚ましてよユンボー。よくわかんないけど、なんか投げつけたい頃、これはちょっと取り出した瞬間にやばいから。おめえはそんなやつじゃなかったはずだぜ。バナナ、バナナを食べろ、結構効く。あのマスクもろくないか。おお、みぎゃー、ちょっと待って、これ写真撮れるかもしれない。なんか写ってる。撮れない、巨岩砕き。せっかくだからちょっと読んじゃう。巨岩砕き、粉砕効果が大きい、威力38、すごい。英傑ダルケルが携えていた最高級の体験、硬いという最高級。ダルケルはこの体験を軽々と振るっていたが、人間が使いこなすにはかなりの熟練が必要。うん、初期に戻れ。お、戻った。さっきのお姉さんどこ、ころいないな。よし、じゃあとどめの一発、俺のお気に入りの、ない、卵がない。肉はもったいない、あった、ぶつけるといった卵。お、戻ったっぽい。僕は今まで何を。みぎゃ、トカチン、イフル、一体何が起こったゴロ。ゼルダ様にマスクをかぶせてもらってから記憶がはっきりしないゴロ。とにかくゼルダ様にちゃんと話を聞かないと。みぎゃ、みぎゃ、そうだ、ゼルダ様は、ゼルダ様。何？みぎゃ。うん。みんな大丈夫？怪我はないゴロ？なんだゴロ、何か聞こえたような。それよりゼルダ様が洞窟の外に。え、あの金髪のお姉さんがゼルダ様だった頃。ミギャ、ミギャ、ゼルダ様にはあの変なマスクのことや美味しい輪のこと、いろいろ聞かなきゃならないことがあるゴロ。早くここを出て追いかけなきゃ。入り口を塞いでるあの赤い岩は僕の突撃じゃないと壊せないゴロ。ただ突撃するときは僕は前が見えないゴロ。リンクが僕の目になって導いてほしいゴロ。ユンボーの炎を操る力、ユンボーからオーラが出ているときは狙った方向へ炎をまとった突撃攻撃ができる。ふむ。お、あの変なマスクを壊してくれてありがとうゴロ。やっぱりお兄さんに頼んでよかった頃。説得するって話だったのにね。でもあの金髪のお姉さんがゼルダ様だったなんて、僕全然気がつかなかった頃。ん？何か変な感じがするな。どうなんでしょう、その目の前に立ってるとなんかこう幻惑の術みたいのかけられてて、そう見えるとか。
ありがとうコロ、優しいユン社長に戻ったコロ、はあ、でも閉じ込められちゃったコロ、あの岩はすっごく硬いから俺たちじゃ壊せないコロ。なるほど。ユンボウ行くぞ。ユンボウ、ここでいいんだな。へえ、こうなる。突撃。まだあるようだが、あ、回復が早い。行けゴロ。開いたゴロ。みぎゃーみぎゃーみぎゃーってどういう意味なんだゴロ。これで出られるゴロ。早くゼルダ様を追いかけるゴロ。ゴロンゴロン、それ坂登ってくの大変じゃない？みぎゃゼルダ様、うん、あれ見当たらないゴロ。ん？みぎゃ、デスマウンテンから出てる赤いモヤモヤは何ゴロ？知らなかったの？ユン社長覚えてないゴロ？あの赤いモヤモヤは危ないから近づくなって言ったのはユン社長コロ。ハイラル城が浮かんで天変地異が起きた頃だった頃、この辺りも大きく揺れたから、またデスマウンテンが噴火しないかユン社長が心配して調べに行った頃。そうそう、デスマウンテンから戻ってきたらユン社長があのマスクをかぶってた頃、思い出した頃。そうだ、僕デスマウンテンの河口でゼルダ様に声をかけられて、それであのマスクをかぶせてもらった頃。ん？じゃあゼルダ様のお家はデスマウンテンにある頃？うん、確かに近くには見当たらないし、デスマウンテンに行けばもしかしたら。トカチン、イフル、僕はゼルダ様を探しに行ってくる頃。お前たちを連れてはいけないけど、必ずみんなを元に戻す方法を聞いてくる頃。だから信じて、シティで僕らの帰りを待っててほしい頃。おお、リンク、ゼルダ様を探しにデスマウンテンまで一緒についてきてほしい頃。おお、正気に戻った。山頂へはトロッコが便利頃。ゴロゴロ行けばいいんじゃないか頃。正気を取り戻したユンボウと力を合わせ、全員無事に洞窟から脱出することができた。ゼルダ姫とユンボウが出会った場所であるデスマウンテンに行けば何か手がかりがつかめるかもしれない。うん、デスマウンテンは赤いモヤモヤが出てから魔物も増えたって採掘してる作業員のおじさんたちが言ってた頃。心配ない頃、ユン社長のゴロゴロドーンがあれば怖いものなんてない頃。ゴロゴロドーン、そうだった頃、ゴロゴロドーンは無敵だった頃。お兄さんも困ったことがあったらユン社長にゴロゴロドーンをお願いするといい頃。おお、行くぞ。この辺りとかどうです？ゴロゴロドーン、めちゃめちゃリーチある。すごいじゃん。火炎バトもあのすごくのんきしてますけど。行くゴロ、突撃やったコロ。あ、焼けてるコロ、まさかの。うん、涼しい頃とかね。とりあえずここは登っておきましょう。え、いやちょ、何もない。あとはこれはなんか、ん？あー、平和を取り戻すために戦ってる方々の討伐隊かな。うん、デスマウンテン北の洞窟みたいな話をしてたっけ。これはチェックしてない。
よし。わあ、オルドラさん、オルドラはオルディン地方に住まう竜の姿をした炎の精霊で、古来力の泉の使いと言われる。体は炎に包まれ、周囲の環境を灼熱に変えるが、人間に危害を加えることはないという。現代でその姿を目撃した者は少ない。うん、きっとあれの爪とかも必要になるんだろうな。うん、よし。お、気になるものがいっぱいあるな。これはもらってっちゃおうかな。で、さっきの受付の人、あれ、なんか道がおかしい。いや、ここでいいのか。どうしたバイト君。うん、ここでは耐火装備を扱ってるだけじゃなく買い取りもやってるから、さよなら。ユン社長もやっとあの悪趣味なマスクを脱ぐ気になったんだな。なんだか表情も元の穏やかな感じに戻った気がするよ。うん、よかったよかった。マスクにあんな効果があるとは。ここで何か作っていくっていうのも手。あれ、なんだこれ。ハイリア人作業者の注意事項。灼熱洞窟に入るときは耐熱の備えを忘れない。支給された燃えず薬が切れた場合は、これ前聞いたことある。うん、怪我を負った場合はユン組本部まで速やかに申し出ること。直してもらえるのかな。そのユン組本部が今何もないんだけど、出てきて何も、あの、てか道中何かあったかも、もしかしたら。熱い熱い、あの武器が熱い。うん、さすがにイベントシーンだから何もないかな。ここだけ都合よくいっぱい、ん？そっか、破壊できるのか。やるから。おお、やるじゃん。美味しいは出てこないけど。ゴロゴロ。やるから。なんか全部壊したくなっちゃうね。うん、でも中にコログがいるとかそういうことはなさそうだ。じゃあいっかな。よし、じゃあここはババッと行きましょう。ババッと行き始めるまでが長いけど。うおー、トロッコが便利コローって言ってたから。ん？待って、デスマウンテンに行くにはどういうルートで行くんだゴロ？これで戻る？こんなんだ。そこに登ってる場合ではない。もう一つルートがあったよね。まあいいや。きっとあのユンボウもなんか勝手についてくるだろう。チューリー君の時は翼があったからなんかついてくるのもよく分かったけど、ユンボウは大丈夫かな。先行ってるぜー。どう、どういうことごろ。急にどうした。うん、デスマウンテンに行くのはこっち側だな。
突撃ってやると、もしかして扇風機いらない？なぜ俺は止めない？うえー、ちょっと待って、なんか勝手に来たぞ。あれ？ん？うん。あれ？なんかそのイメージと違うんだけど。さっきこれで押してくれるんちゃうん？なんかよくわかんない。じゃあなんでさっきは俺の目の前に出てきたの？2個つなげればちょうどいい、そういうこと。一応片方はハマった。お、よし。おお、すごくない？その身体能力。お、やったころ。あれ、パワーがだー。これはちょっと重いのでいらない。行くぞデスマウンテン。突撃があるからなんかちょっと前が見づらいというか、周りをちょっと確認するのがおろそかになるっていうか。おお、ふう、プンクラさん、トロッコも美味しいわ、もうやめられないし止まらないごろ。そういや、持ったのやつ最近全然見かけないごろ。あの採掘場で作業してたはずなのに、ご飯の時間になっても姿を現さないごろ。まあ美味しいわを食うやつがいなくなる分には問題ないごろ。うん、持ったさん、うん、トロッコを持っていく。なんだあれ、なんか変なのがあるぞ。デスマウンテン西作業場。なんだ、ソナウ関係のマシンがいっぱい。やとっこ、美味しい輪が出てくるならいくらでも掘るけど、掘っても掘ってもよくわからないものばっかり出てくるごろ。しかも全く美味しくなかったごろ。美味しい輪で口直しごろ。一応美味しい輪以外も食べたくはなるのか。じゃあ便利なこれもらっていきますね。お、結構いろんな状態で使えるんだね。リュウベさん、あれ、あんたデスマウンテンの方に行ったんじゃなかった頃？え、何の話？あーすまんすまん、人違いだごろ。さっきあんたみたいな金色の髪をしたハイリア人がデスマウンテンの方に向かって行ったんで、てっきりな。よく考えたらさっきのハイリア人は女性だったごろ。ほう、いよいよゼルダ姫かっこ仮の本当の姿が見れるかも。ラッシャーさん、見てわからないごろ。おいら今口も手も離せないごろ。トロッコ勝手に使うごろ。使いたいなら勝手に使うごろ。でもこのトロッコはデスマウンテンの山頂にしか行かないごろよ。うん、わあ、あれは気になる。なんかあの穴が続いてそう。行くごろ。あ、こんなレールに阻まれるとは。やるごろ、突撃。
美味しいわだ。美味しいわ持ってきたよ。ゴロン族をダメにしていく。ほい。うん、もちろん気になるところはいっぱいあるけれど、ん？あれは逆にむしろやっておかねばならないのでは？あ、そういうイベントなのか。山頂に行くんだよな。もう一回お話聞かせて。おお。うん。デスマウンテン山頂に行けばいいんだよな。じゃあ中の洞窟ではなくて外を回っていけってことか。さっき下ろしたトロッコくんが何の価値もなくなってしまったが、まあいいだろう。いやあ、まさか。さすがにちょっと無理だった頃。かわいそうゴロ。何これは、ちょっと厳しいゴロ。届かないゴロ。高さは自動的には合わないっぽい。うわあ。やめごろ。あれ？なんか若干変えられる？あ、角度はやっぱり、うん、変わらないね。ゴロゴロ。ゴロゴロドーン。おっと危ない。ゴロゴロドーン。うわー、ちょっと待って、誰だお前。ちょっとと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 待って。よし、くらえ。ふう、ゴーゴー薬飲んだけどほとんどトロッコであんまり意味がなかった頃。武器、まあこれだけあれば十分でしょう。なあ、いっぱいいる。お、ありがてえ。あー、やばい。なんてことはなかったぜ。熱い。いいぞ。お？なんで爆発した？あ、着陸したからか。おー、眺めて痛い。あ、ちょ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 。うわ、来たー、ほこら。よくよく考えたら耐火装備でファイヤーケースの なんか火炎攻撃食らうってどうなるよ。ふう、ハイリア人作業者の注意事項。地面の亀裂から吹き出す赤い物体は瘴気と呼ばれるもので、絶対に触ってはいけない。正気に触れると体力が失われるため、触れたものは直ちに正気から離れ安静にすること。地上の新鮮な空気の下での休息を進める。ふむ、よし。階段らしきものはここにはないのかい。まあじゃあ降りるか。つもいの祠。操るもの。
とりあえず操縦桿。これは同じものかな。なんかちょっと待って、大体同じか。よし。ってことは何、これ操ってなんかちょっと危ない障害物が出てくるってこと。わあ、溶岩にも負けないゾナウギア、すごい。ここに玉っころが必要。ころ宝箱、謎はしご。ふむ。あれ、あれを受け止めるのも結構大変だな。ウィーン。まるでトラクターを動かしてるかのようだ。ウィーン。これはでやー、一応できたわ。はい、矢が必要ってことか。お？ちょっと待って。おお、出られない飛び立てって感じ。ラウルさんはミニカーとか飛行機とか好きだね。いや俺も好きだけどミニカーというか、この場合運転するものだけど、やっぱ乗り物って最高だぜみたいな。とりあえず溶岩の方のあの弾を取ってこないと。ザブーン、水陸両用のビークル、かっこいい。これは水っていうのか分かんないけど。よーし、止まるときすっごいピタッと止まる。よーし、ピトッ。これはやめとこう。バックします、バックします。わー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 、バック下手か。ちょ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 、待って待って待って。すっごいタイヤがやばいことになってる。ちょ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 待って。とおの、あーもうもうもう無理無理無理。あでも戻れないかも。最初から戻れ子で戻しとけばな。はい、後ろ見ながら運転するの大変だった頃、悔しいからバックで戻る。ウィー。
ゴーレムの号泣結構多いな。ゾナニウムの弓だ、思い出した。あれ欲しいよな。耐久アップ大、攻撃力アップか、速射がついてると嬉しいんだよな。入れ替える。ブイブイ。あれ、操縦桿持ってった方がいいかも。外れるなら。外れるわ、よかった。これ逆に操縦桿なしで自分の体重移動だけでなんとかなるもんなのこれ。ああ、あえてここに置いてあるってことは操縦桿使ってくださいってことなんだろうな。だけどあえて使わないという選択肢もあるんじゃないかなと思ったけど、そもそも前に出てくれないじゃんこれじゃ。いや、いけるか。そっか、やってみっか。できらー。ふう、シュイーン。おー、意外といけちゃうわ。どんなもんで。おー、やったね。なんかついついこういうことしたくなる。あ、進みません、摩擦力。はい、あ、一応チェック取ってあるよね。マシンはええー、のー、乗りこなすのも楽しいし、一緒に乗せてもらうのも楽しい。ちなみに奥さんはブイブイ言わせて乗りまくる方じゃ。はい、交通事故には気をつけるんじゃぞー。はーい。よし、なかなか楽しかった。オッケー。ぬ、届かない。これがさ、前チューリーくんと一緒にやってた天へと連なる島々みたいなもんだと思ったら、祠があったからここで一旦休憩した方がいいのかな。あ、イベントが。右は、あ、リンク、あそこ眩しい。ん？どうした？こっちごろー。確かここだったごろ。デスマウンテンの様子を見に来たら、ここにゼルダ様が立ってたごろ。そしたらゼルダ様がマスクをかぶせてくれて、それでダメゴロ、思い出せない。そこから記憶がないゴロよ。いた、ゼルダ様。ゼルダ様、お話ししたいことがあるごろ。そっちは危ないから、こっちに来て一緒に。
思ったよりもなんか大変なものが出てきた頃、なんか火口から出てきた頃、イルバジアだったっけ。赤い岩の魔物、しかも3体、いやあれは頭、あんなでっかいの一体どこから出てきた頃。下の方に本体があるのか頃。デスマウンテンにあんなのがいるなんて聞いてない頃。あの化け物をなんとかしないと、ゼルダ様が。でもここからじゃあ僕の突撃も届かないし、どうしようリンク。何、大変なことになった。ちょ待って、まさかのこれを やらなきゃいけなくなった。とりあえず弓盾防具はまあギリこれでいいとして、ダンジョンみたいなものが待ってるかと思いきや、あーもしかしてこれからなのか。これは序の口か、もしかして。これでまさかの、うっそ、空中戦なの。なんかついてるぞ。あれだ、台車がついてる。これを使って飛び立てってこと。ちょ待って、どこから飛び立てって、どこでもいいのか。こっからはいけないもんな。冒険手帳、ゼルダ姫の姿をデスマウンテンの火口で捉えたかと思った瞬間、まるで行く手を遮るかのように火口から巨大な赤い岩の魔物が現れた。ゼルダ姫の後を追うには魔物を倒すしかなさそうだ。うん、よっ、ちょこれがこうなる？何？攻撃を受けてる？いや違う。いつの間にかなんか増えてるな。つかないな。どこかその滑走路的なものはないですか？まあいいや。これでなんとかなるだろう。行くぞ。行くから。うおー。あもがもが言っててちょっと怖い。おお、どうにかして上に行かないとやられっぱなしごろ。根元を狙うんだ。突撃、よーし、一発とはな、すごいな。おお、こっちに来そう、気をつけるごろ。避けるゴロって言われても、そんな簡単に言われても。戻り子で戻すぞ。できるのか。できそう、できそうだけど、ちょうどそのこれでいいや。あ待ってた、間違えた。ガーン、一回引くゴロ。いや行く、ちょっと操作をミスっただけだ。こいつを戻す。全然効いてない頃。はい、うおー、でやー、ちょっとなんか狙ったところが違った頃。意外とあと結構丈夫。よし、距離感がつかめない。行け、よし、ふう、そこじゃ。
なんとか倒せたゴロ。あの化け物は何だったゴロ？こっちが聞きたいくらいなんだけど。ゼルダ様はこの辺で消えたと思ったけど。みぎゃ！まさかこの穴に落ちちゃったとか？もしそうなら大変ゴロ。早くゼルダ様を追っかけないと。みぎゃー、ゼルダ様、今助けに行くゴロ。おう、デスマウンテンに現れた巨大な魔物を倒したが、あたりにゼルダ姫の姿はなかった。火口に落ちてしまったのではないかと心配するユンボーは、そこの見えない火口の中に飛び込んでしまった。えらいこっちゃ。うわー、目がくらむ、立ちすくむ。ユンボーは体が硬い上に、なんかこうよくわかんないけどすごい能力持ってるから大丈夫なんだろうな。ハイラル百名山デスマウンテン山頂。百名山くらいはあるのかこのゲーム、もしかしたら普通に。いやでもちょっと楽しかったな、空中戦。やっぱり祠のイベントっていうか、あの仕掛け、そういう意味があったんだね。ここでちょっと練習しときなさいよみたいな。ラウルさん、さすがですわ。ラウルさんはこの魔物のこと知ってたのかな。こやつと戦うにはこの乗り物が必要だろうみたいな感じで。なくなっちゃったけどね、一体誰がここに出してくれたのか。さあ、というわけで第2ラウンドが始まると思うんですが、ここはワクワクドキドキを取っておいて次回に回しちゃおうかなと思います。時間的にもちょうどいいしね。さあ、ゼルダ姫、あれはやっぱり偽物なのか。意外と近寄れるね。もう穴がどこかもわからない、ぶっちゃけ。どこに飛び込めばいいんだかわかんないぐらい。怖っ。よし。じゃあ、今回はここまでにしておきたいと思います。あれ？まあ、やったよね。いわゆる、オルディン峡谷上空の空諸島。ああいうところもまだ行ってないかもだけど、まあ、それは、そのうち。というわけで、じゃあ次回頑張っていきましょう。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。